とスズメの方は朝から晩まで家の中をきれいに掃除をしたりそこらへんの草を取ったり田んぼの仕事をしたり畑の仕事をしたり。 もう一生懸命汗水たがして働くんじゃところが兄弟のツバメの方は朝からきれいにお化粧してそうしてこの着物がいいかなこっちの着物がいいかなこっちの方が似合うかなそういうことばっかして仕事も何にもせんでブラ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 しておったんじゃな。ある時に お母さんが既得じゃ命が危ないという知らせがあったスはすぐに飛んでいったところが燕はいやこの着物がいいかなどうせ既得じゃということになったらたくさんの人が集まる変だ格好をしていくわけにいかんきれいにお化粧をしてそれから着物を選んでこっちの着物からこっちの着物からきれいに着飾っていったんじゃな スズメの方はすぐに飛んでいったもんじゃからお母さんの最後に間に合ったんじゃなそうしたらお母さんが「お前はよう来てくれたお前はこれまでも一生懸命よう働いてくれたもしわしが死んだらお前は何でも食べてみお米でも麦でも何でも食べてみそういうようにしてやるからな」言って亡くなったんじゃな。 あとからツバメやきれいに着飾ってきれいにお化粧して行ったらもうすでにお母さんは亡くなってしもうとった。あれお母さんが亡くなった」言うて泣いたけどもうお母さんの死に目には会えなんだ。それを見とった神様が「お前はお母さんの死に目にはえんように親服をもんじゃお前はお米や麦を食うことなら」。 虫を食えと言っておっしゃったんじゃなそれでツバメは米や麦を食うわけにいかん虫を食うわけだから今ツバメが鳴いとるのを聞いてくださねチチ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 チと鳴くでしょうあれはなわしら泥を食って虫食って食っちゃシーブイと鳴くんですチチ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 と最後を伸ばすのがシーブイなん わしら泥食ってもしくってくちゃしぶいと泣くんじゃってじゃからなちゃんとお母さんやお父さんのねえ言うことをよう聞いてなおかんといけんぞ昔こっぷり。あのツバメやスズメの,あの姿形をまあ題材にした 話なんですねツバメやスズメというのは本当に身近なあの鳥でしてねそういう意味ではあの昔話の中でもたくさん出てくるんですね。であのスズメは例えばよく見ると口の周りがねあの黒いんですよくちばしの周りが。これはあのスズメがあの女の子ですからあの結婚して。 嫁に行っておってお歯黒といっての口のところ歯を黒く塗ることを既婚の女性は結婚した女性はやっておったんですその時母親がだからそのきれいに拭かないでいったからあのスズメの口の周りがあの真っ黒であの親の尻目に会えたからあの米でも麦でも食べることができるようになったということなんですね。それに反映してす、 燕はきれいな着物を選んでいったから、まあ、親の死に目に遭えなかったらからあの米や麦は食べることができなかったんだ。でだから燕の,の鳴き声なんかでもね例えば、えー、今の鏡の町なんかではどう言ってなくかい言ったらね、えー「武元者は赤いままにととを添えて貧乏にや麦飯にコウコウ添えてわしら泥食って虫食って口は渋いとらく」。 こういうのを聞きなしというんですけど、あの鳥の鳴き声を日本語で鳴くように聞こえるというのを本当によく聞くとね、チチ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 と最後を伸ばす。これがクチャシーブイになるんですね。そういう意味では聞きなしを利用した面白い話だと思いますね。